最終列車の佐賀の16号を出発してまいります。ホームではスタッフと社員の皆様がお見送りです。赤い旗を持っているのが本日の亀岡駅長でございます。今日の亀岡駅長は本日の亀岡駅長は美人駅長小村駅長です。Thank you.
手前方をご覧ください。赤い鉄橋はご覧いただけます。あちらは JR 山陰本線の鉄橋です。私は今走っているこちらの線路が山陰本線でした。電化街道とともにあちらの新線に切り替わりまして、こちらの線路は一度役目を終えています。
を通過いたしますと、最初の停車駅、この小室駅に停まります。トロッコ保津峡駅を発車していきます。ホームではカリオンタワーの鐘と信楽焼のたぬきが皆様をお見送りいたします。
鳥取県、そして山口県の畑村へと行かれる全長 670km で日本一の大観点です。過去には寝台特急や多数の急行列車が走っておりましたが、現在でもたくさんの特急列車が走り目的地へ向かう特急会場として歴史と伝統の古戦です。左側です。上田が開きます。ご注意ください。トロッコ荒車内となっております。この駅は終点の駅ではございませんのでご注意ください。1号車と2号車の扉は開きませんのでご注意ください。
切符を手元に無条件でお降りください。